はい、ルルカです。今回はね、こちら。はい。コークオンパスということで、一応ね、この前の動画、概要欄下のところに貼っとこうと思うんですけど、そちらの方で、このね、コークオンパスっていうものが、本日4月12日から始まりましたよっていうところと、ルルカに関してもね、この5月31日までに関しては、このね、コカ・コーラのサブスク、半額で利用することができるっていうところで、まあ、契約してみたいなっていうことでね、契約した、その流れまで紹介させていただいたんですけれど、動画のね、最後の方で、まあ、実際にね、コークオンパス、まあ、利用したら動画にするって話させてもらってたんですけれど、本日からね、コークオンパス、まあ、実際にお金払ってね、利用することができるようになったので、ルルカ基本的にね、家から出ない引きこもり体質なので、ちょっとね、家から出るのね、めんどくさいなと思ったんですけれど、まあ、このね、コークオンパス使わなきゃもったいないな、動画にしなきゃなっていうところで、うわーめんどくさいと思いながら、コークオンパス実際に使ってきましたので、この動画プラスアルファね、実際に、ね、使ってみてこの辺注意点だなっていうところと、プラスアルファの前の動画ではね、わからなかったんですけれど、実はコークオンパス利用することによって、現在ね、半額で利用することができるだけではなくて、さらなる特典もあることが判明しましたので、その辺に関してね、お話していこうかなと思います。実際にね、利用した動画の前に、まずね、注意点からね、お話していこうかなと思います。コークオンパス、はい、こちらがね、コークオンのアプリになっているわけなんですけれど、こちらをね、 Bluetooth、 これですね、はい、Bluetooth のオンにしておくと、コークオンパスね、対応の自販機近づくと、勝手にね、設定の方が起動して購入することができるんですけど、以前にもルルカ、まあ、PayPayとかを使うことによってね、お得に購入することができるキャンペーンがやっていたので、その際にね、実際に利用して、まあ、使ったことはあったんですけれど、正直それから一回も使ってません。はい、めちゃくちゃお得なキャンペーンがあれば使うけれど、実際さ、自販機って結構高いですし、まあ、自販機で買うぐらいであればコンビニで買うみたいなね、感じになっているので、まあ、ルルカに関して基本的に、ね、自販機でジュースを買うことがありません。なのでめちゃくちゃ久々にこのコークオンを利用したんですけれど、最初ね、コークオンパスを使ってジュース買うことができませんでした。はい、もう Bluetooth がね、オンになってる状態なのにもかかわらず、設定が繋がらなくて購入することができませんでした。まあ、これね、まあ、ルルカだけなのかわからないんですけど、多分 iPhone だったりとか、まあ、自分の使ってるスマホをね、アップデートすると設定の方がね、多少変わると思うんですよね。その関係で利用することができなかったんですけど、どういうことかというと、まあ、iPhone だったらね、この Bluetooth ついてるかついてないかは簡単にわかると思います。なので、まあ、Bluetooth 設定してくれって出てきたら、まあ、Bluetooth オンでね、購入するんじゃないかなと思うんですけど、これだけではね、コークオン利用することができません。どういうことかというと、さらにね、アプリの設定から、アプリの Bluetooth もオンにしなければいけません。まあ、設定からいけるんだけど、設定からね、スクロールしていって、コークオンのアプリの方に行ってもらうと、はい、こんな感じで位置情報だったり、Bluetooth だったりをね、設定することができるんだけど、まあ、ルルカに関して、以前使ってから変えた記憶はないんですけれど、こちらのね、コークオンの Bluetooth の方がオフになっていたので、コークオンパスを利用することができない状態になっていました。なので、このコークオンパスをね、契約して、コークオンでジュース買いたいなと思ってる方に関しては、必ず一回ね、設定からね、コークオンのアプリに行って、アプリごとの Bluetooth、 こちらのがね、オンになってるか確認してみてください。ルルカに関してはこれがオフになっていたことによって、何回やってもね、自販機がね、反応してくれなくてすげえ苦戦しました。これに関してはまたね、ルルカトラブル体質なので、ルルカだけかもしれませんが、多分ね、同じようにトラブル方もいるんじゃないかなと思うので、まあ、ぜひね、こちらの確認してみてください。はい、そしてね、次はね、嬉しい誤算になるんですけれど、今日ね、コークオンパスを使ってジュース購入したんですけれど、実はね、現在コークオンアプリではね、もう一つお得なキャンペーンを開催しています。それがこちらになってるんだけど、コークオンを始めるお得な6週間ということで、コークオンで1本買うともう1本もらえるよっていうキャンペーンがやっています。はい、このニュースが表示された方限定ってなっているので、出ていない方はね、対象外になるんだけど、出てる方であれば毎週1本目の購入で1本は無料、ドリンクチケット必ずもらえるよっていうキャンペーンが開催されているんですけれど、コークオンパスに関してはスタンプのね、対象外にもなっているので、まあ、このキャンペーンのね、対象にはならないと思っていたんですけれど、なんとね、本日ほら見てください、今週のドリンクチケット獲得済みということで、コークオンパスでね、購入したことによって、なんと無料チケットももらうことができました。2021年3月にコークオンでの購入がない方が参加対象らしいんだけど、まあ、ルルカに関してはだいぶ昔から買ってないんで対象になるんだけど、ということで、こちらのね、もう一本毎週もらえるよっていうキャンペーンに関しても適用になっているので、1ヶ月間定額で利用することができる。プラスアルファ今からだとあと2回とかいけるのかな ?2 回ぐらい無料でもう一本もらえるチケットももらえるってことが判明しましたので、紹介のをさせていただきました。結構ね、お得なんじゃないかなと思います。基本的にね、この定額制のやつに関しては他のキャンペーンと適用はね、ないのかなと思ってたんだけど、ラッキーな誤算になりました。はい、それではね、実際にコークオンパスを使ってジュース買ってきましたので、その時の動画ご覧ください。はい、それではね、本日から毎日飲める自販機サブスク、コークオンパス、こちらが始まって、早速ね、契約のをしてみましたので、コカ・コーラの自販機で、こちらのね、コークオンパスを使って、ジュース1本ね、購入していこうかなと思います。で、今ね、コークオンのアプリ開いてるんですけど、まだ Bluetooth ね、つけてない状態なんで、Bluetooth オンにして、購入しようと思います。Bluetooth をオンにする。はい、そうすると、自動でね、接続されました。こんな感じですね。これね、1回目で簡単にできてるようなんですけれど、めちゃくちゃ苦戦しました。 Bluetooth 設定ね、しっかりやるの忘れてました。で、商品のもね、
選べますので、どれ選ぼうかな。あの自販機に入ってるラインナップがここに出てくるって感じですね。そうですね、自販機と同じやつが出てくる感じで、まあ、基本的にはね、航空パス自販機に入っているものどれでも対応してますので、高いのを買った方がお得ですね、基本的に。なので多分ね、ほとんどの方はペットボトルを購入するんじゃないかなと思います。160円だしね。なんでルルカはね、ファンタのプレミアムかリアルゴールドですね、どっちかを攻めたいとこなんですけど、ウルトラチャージいっちゃいますかね。160円のリアルゴールド、これ行こうと思います。これをスワイプして上に飛ばすと、シュッ、なんだって、航空パスを利用できませんでした、エラーコード T15、 航空パスで製品交換できませんでした、再度お試しください。うん、どういうことですか。もう一歩近づき、はい、近づきましたが、うん、そういう問題ですかね。はい、もう行きます、交換するだね。一歩の差だったんですか、うん、ガチャンと一歩前へ。あ、待ってください、なんかヒューン取ってきて、まだ買う場合はってことですか。もう買いません、お疲れ様です。で、念のためね、怖いんで Bluetooth 切ると思います。はい、ゲットです。ウルトラチャージ160円ということで、30日間ね、2700円で利用することができる交換パス、初日はこちら購入させてもらいました。一応ね、5月までに関しては半額で利用することができるので、かなりねお得じゃないかなと思います。はい、以上。はい、いかがだったでしょうか。動画内ではね、購入の方簡単にできているように見えると思うんですけれど、まあ実際はね、Bluetooth の設定などができていなくて、なかなか購入することができなくて苦戦しました。今回ね、久々にね、航空音を使ったので苦戦のをしたんですけれど、設定さえね、しっかりできていれば簡単に利用することができるので、今後、せっかくね、サブスク契約をしたので、まあできる限りね、毎日行きたいなと思っています。まあただしなんですけれど、まあルルカに関して歩いていけない距離ではないんですけれど、多分車で行くと思います。はい。まあ、車でね、わざわざその自販機にジュース1本を買うためにね、行った場合、ガソリン代とかを考えるとお得なのか、まあ、ちょっとね、悩ましい部分になってくるかなと思います。なので、やっぱね、この航空音を利用される方に関しては、普段からね、毎日通るような道に航空音の自販機があって、なおかつね、結構自販機を使う方っていうのが対象で購入しないと、お得感に関しては微妙なのかなと思います。もしくはね、ルルカみたく基本引きこもりの人間が、外に出るためのね、目的として、まあ、契約して歩いたら、まあまあ悪くないんじゃないかなと思います。とりあえず5月31日までであれば半額で利用することができて、なおかつね、毎週1本もらえるキャンペーンの対象にもなっていますので、定価だとね、微妙だなと思う方もいると思うんですけど、今はね、かなりお得なキャンペーンになってると思いますので、興味がある方はこの機会に航空パスサブスクの方入ってみてはいかがでしょうか。今後もいろいろな動画毎日更新で上げていきますので、よろしければチャンネル登録、いいね、コメントお願いいたします。今回も動画の最後までご覧いただきありがとうございました。